末っ子といえばあそこの子供たちって関心ですわよ。あんたよく何でも関心する人だね。だって関心なものは関心なんです、うん、ちょ、なんだった。ごめんなさい、締め殺すつもりか。はい、うん、なんだこれ、あんたネズミの尻尾みたいな。はい、ねえ、うん、あそこの子供たちってね、さんなし主義っていうのをやってるんですって。さんなし主義？ええ、一つ畳なし、一つ買い食いなし、一つかまぼこなしって、うん、つまりパパさんの商売が成功して楽になるまではみんなで不自由を耐え忍ぼうっていうことなんですって。うちなんか昔からさんなし主義じゃない。あら、どうしてですか？一つ金なし、一つ子なし、一つ死にたくもなし。まあそんな冗談おっしゃらないで。私、あそこの子供たちがそんなに耐えてるんだったら、うちでも本気でさんなし主義を考えようかと思ってたんですよ。何言っとるんですか、こんなないない尽くしのところでこれ以上さんなし主義なんかやれるもんかい。あら、ありますわ。一つお酒なし、一つ朝寝なし、一つバカもんなし。何の、それは全部あんたに都合のいいさんなし主義じゃない。僕はもしさんなし主義作るんだったら、一つ悪ノリなし、一つ鼻歌なし、一つ、一つあんたなし。まあ、いってらっしゃい。ごめんください。はい。あ、どうもいらっしゃいまし。実はその母ちゃん頼むと、いや、家内はですね、今の PTA で出かけておりまして、お惣菜屋の方はお昼頃開店いたしますので。いや、広野東君のお父さんでいらっしゃいますか？はい。あ、私東君の担任で、こういうものなんですが。あ、これは東の学校の担任の先生。どうも失礼いたしました。そこ、まあ、どうぞお分かりになりませんか？むさ苦しいところですけど、本当にどうぞ。じゃあちょっと、はい、これ散らかしてましてね、足の踏み場もないんですけれども、本当にさあさあさあ、どうぞこちらの方。これが三段ベッドですか？え、よくご存知ですね。いや、東君が生徒会で話しておりました。6畳に親子7人が暮らしているので勉強する場所がないって。しかしそのことを父に話すと、父は無理をしてでも広い家を探してくれようとするので、今はそれが言えないって。そうですか、ハゼはそんなこと。しかしなんですな、6畳に7人だから、1人の保有面積は 0.857142 畳ずつですか？うわ、これは政治問題ですな。今のそのあれ、暗算ですらすらとお出しになったんですか？大したもんですね。いや、数学の教師ですから。そうですか、0.857、そうです。で、今日はどういうご用件なんでしょうか？東がその生徒会で他に何か変なことでも。いや、PTA の役員になっていただくことって今日は分かりました。 PTA の役員？いや、そりゃ無理ですよ。いや、東の下にはまだ吉平とかね。いや、まあちょっとこれご覧いただくと分かるんですが、東の下に吉平ってのがありましてね、この吉平のクラスでも PTA の委員をやっております。その下の南と、それからこの末尾、このクラスでも委員長やっておりますね。今度このその下のしめ子のクラスでまたの PTA の委員に推薦されまして、ね、そして現にその会合に出かけて留守と、こういうわけなんですから。いや、だって現にお父さんここにいらっしゃるんじゃありませんか？お父さんと僕ですか？はい。まあ、それと家内じゃないんですか、 PTA の役員っていうのは？いや、お父さんです。で、とんでもありませんよ。そんな、こんな移動販売なんてしがない商売やってる親父、なとダメです、困りますよ。お懐かしい人は。移動販売の商売はそんな恥ずかしいことじゃありませんよ。現に東君だってお父さんの商売を教室で自慢してるくらいですから、アイデアの勝利だって。しかしですよ、その何ですか、その一人の保有面積が 0.85147、そうでしょ。そんなその狭いところに押し込めててですよ、そのちょっとご覧くださいね。しかも一つ畳なし、こんな三なし主義なんてことを子供たちに考えつかせるような父親が中学の PTA の役員だ、とんでもない、とんでもありませんよ。そんな、あ、ぼやぼやしてたら光さんは誰かのいい子になっちゃうよ。やろう、変な歌歌うなよ。お前
だけど兄貴本当だよ。分かってるよ分かってるけど、お前しかしこれからね、あと俺どうやってやっていいか分からねえんだよ。だって今まで付き合った女はよ、お前みんなお前ああいうタイプじゃなくて別のタイプだろ。だからってお前急にお前バッと出るわけにはいかねえしよ。あれほど可愛い女は二度とはお目にはかかれないだな。そうだよな、本当だよ。いやしかしパパさん遅いね。何してんだろうね。俺ちょっと見てこようか。お、そうしてくれな、はい、じゃあちょっと行ってくるわ。ぼやぼやしてたらひっかさんは誰かのいい子になっちゃうよ。これほど可愛い女は二度とはお目にはかかれない。間違いさん、あ、ひかりさん、パパさんからお言づけ。今あつまちゃんの中学の担任の先生が来てらしてお話してるんですって。だからもう少し待ってくれって。わかりました。私もお手伝いしようかな。え、どっちおばあちゃん大丈夫ですか。おばあちゃん、ええ、少しぐらいなら油をといてって。本当ですか。お手伝いするわ。いやいや、とんでもないですよ。あのもうやることは何もないんですから。あのパパさんが来たらね、すぐに出発だっていうことになってるんですから。でも八大さんは偉いわ。暇があるとパパさんのお手伝いをして。いや、だってパパさんがいい人だからですよ。本当はね、おばあちゃんも八大さんのことを好きになったらしいの。ほら、お花見に行って新井の山道をおばあちゃんをふって歩いたでしょ。おばあちゃん言ってたわ、できることじゃないって。あの子は本当に年寄りを大事にする子だよって。私もそう思います。ひかりさん、俺亀尾でですね、早く免許取らせて来年はもう一台トラック買います。それから一生懸命稼いで 3DK のマンションも買います。それからパパさんに教わって一生懸命いろいろの勉強もします。ひかりさんと対話ができるように。だからもう少し待っていただけますか。八大さん、いや、はい、ごめんごめん、もう中学校の先生はね強引でね、もう本当に PTA の意味引き受けました。とんでもない、どう見たって柄じゃないでしょ。さあ、じゃあボスボス出かけましょうかね。出かけますか。あれ、亀尾君は、あれ、パパさんとこ迎えに行ったけどボス会いませんでした。会いませんでしたよ。あれ、そうだ、するじゃあの野郎またラーメン屋やってんだ。すぐに帰ってこいって言ったの、あのバカ野郎、いつも俺のイヤ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 させて。してたんだろう今頃まで。東ちゃんの担任の先生がいらして PTA の委員になってくれてずっと粘ってたのよ。 PTA の委員、あの中学校の、うん、あら、それでパパさん引き受けました。さあ柄じゃないって、最後まで突っ張ったらしいわよ。あの人ね、ああいうふうに見えてもね、根はとっても頑固なのよ。だってね、自分が嫌だと思うとね、薬代だってね、試験を受かってもどうしても行かないって頑張っちゃうんだもの。私ね、やめた、するに私も手伝いするわ。うん、そう、まあ助かるわ。じゃあ上がってきます。はいはい。何しろね、しめ子の PTA の相談でね、すごい時間かかっちゃって、もう私イライラしちゃったのよ。いつもお借りします。はいはい。それじゃあね、ひかりさん、コロッケにね、これもつけてくれますか。はい。ね、ひかりさん、今なんか言いかけたですよ。何だったの。いいの。八大さんのこと。当たった。知らない。八大さんってね、あの通り見かけがさせたけどね、いや、とっても優しい人よ。パパさんみたいでしょ。その通り。ね、ひかりさん、女の幸せなんてね、どんなに女の町のところ行ったからって幸せになれると思うんじゃないと思うのよ。
やっぱり女が本当に幸せになろうと思ったら、パパさんみたいな優しい人のところにお嫁に行くことで。ごちそうさま。それはね、八大さんっていうのはね、まあ、時々ピントの外れたことやるけどね。でもね、根は誠実なのよ。一生懸命なのよね。光さんが本当に幸せになりたいと思ったら、いや、八大さんとはいらないわ。それは誰でもいいんだけどね。でもとにかくパパさんとか八大さんとか、ああいった優しい人と一緒になることね。おばさん。はい、毎度お騒がせしております。はい、皆様おなじみ元祖100円市がやってまいりました。移動販売100円市でございます。今回は品数も大幅に増やしてまいりました。しかし限度がございます。はい、どうぞお早くお買い求めを。おなじみの100円市でございます。こちらおなじみの100円市でございます。振り切れないうちにどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いやー、しかしパパさんすごいね。女の人が買い物する時の目つきっていうのは全く凄まじいよ。全くもうデパートの特売特売所みたいだったね。本当だな。本当にね。さあ、そしたらボスボス帰ろうかね。行きましょうか。あ、俺帽子がねえや。え、あ、あれさっきこれも100円のやつ取られちゃったんだ。カメオ、またいいの買ってくる。俺がやだ、あれもう500円もしたんだぞ。いやー、しばらくだね。いやー、お前だどう。今日はね、売り切れちゃったんですよ。あ、いいんだよ、私お使いに行ってて、あんたが来たの知らなかったんだよ。でも売り切れてよかったね。もう本当にね。そうそう、この間中来てたトラックの100円市、あれこのままどうしてます？あんたの真似をしたやつね、やめちゃったよ。やめた？よく売れてたんだけどね。いくら売れても100円じゃ利が薄いってやめちゃったんだよ。あ、やめましたか。あんたはやめないでおくれよね。それやめませんよ。やっぱりだけの品物を100円で売るんじゃ利が薄いかもしれない。だけどその利の薄い分たくさん売りゃいいんだからね。商売なんていうものは金儲けだけじゃないんだよ。そうですね。売る人と買う人の心の触れ合いが大事なんだからね。そうですよ、おばあちゃんね。ずっと続けておくれよね。はい、もちろん。じゃあ頼んだよ。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、皆さんもさよなら。さよなら。またお願いしますね。ただいま。ただいま。ああ、お前が手を払えっと。給食も出たんだろ、お昼に。あんなもんとっくに消化しちゃったよ。ねえ、それよりさ、みんなでね、特屋行っといで。なんだか知らないけどね、学校から帰ってきたらね、みんなに来てくれって。あ、しめ子も行ってるよ。10円くれよ、腹減った。それも一つ買い食いなしでしょ。あ、そっか。ね、夕飯早くしてやるから行っといで。あ、よしか。特屋行ったって腹いっぱいになるわけじゃないし。行きます。まあ、とにかく早く行っといで。はい。こんにちは。こんにちは。ちさん、俺たちによってなんだい。ああ、よく来てくれたな。きっぺい君にぎなみちゃんに、つよ君にしめこちゃん、この前さ、うちのくにちゃん連れ戻してくれただろう。うん。だそのお礼と言っちゃなんだけどな、今日は特にただで、みんなの髪の毛を刈らしてもらおうと思って。なんだ、食うもんくれんじゃないのか。すえよ。だって俺、こないだ学校が始まるときに金を払ってやってもらったばっかりだぞ。おじちゃん、ありがとう、やってもらうわ。私いつもうちの母ちゃんにカットしてもらうでしょ。一度専門家にカットしてもらいたいと思ってたのよ。よよい。おじさん、ありがとう。じゃあ俺もやってもらうよ。じゃあ俺もやってもらう。そうこなくっちゃ。クニーちゃん、ほらぼやぼやしてないで。あ、そうしですか。何言ってんだよ、みんなに漫画を読んでやんなさいよ。はいはい。じゃあお姉ちゃん、これ読んだよ。あ、私も聞こえるように読んで。はいはい。漫画って自分でも読めるけど、お姉ちゃんに読んでもらうとテレビ見てるようで楽しいわ。そんなの発泡美人だって隣のおばちゃん来てたぞ。何を。まあまあ静かに。じゃあ始めるよ。少年サンデー連載熱涙感動大作落語一代人人の人。おい、兄ちゃん、あいつドスまってたぜ。強くだぜ。まだほんのガキのくせに。
うん。何考えてんだ。